それでは定行でございますので、ただいまから第21回県民健康調査検討委員会を開会いたします。最初に委員の出欠についてご報告いたします。本日児玉和則委員、清水修二委員、高村昇委員が欠席となっております。それから所要によりまして明石委員、前原委員が途中退席の予定となっております。それでは議事に移りたいと思います。議長は本検討委員会設置要項によりまして座長が務めることとなっております。星座長、よろしくお願いいたします。はい。皆さん、だんだん寒くなってまいりました。お忙しい中集まっていただきましてありがとうございます。それでは検討委員会、始めさせていただきます。中間取りまとめのにつきましては皆様方からいろいろご意見いただきました。そのことにも委員の皆様には感謝を申し上げたいと思います。それではまず議事録署名人ですが、運営要項に基づいて座長からの指名ということですが、清水和夫先生、菅根翔一郎先生、お二方にお願いしたいと思いますが、よろしいございますか。ではそのようにさせていただきます。それでは、簡単にとお願いしてあります。記事の括弧1、基本調査について事務局からの説明をお願いいたします。はい。それでは資料1に基づきまして、基本調査の実施状況についてご報告いたします。最初に項目1の括弧1、問診票の回答状況につきましては、表1に示す通りとなっております。9月30日現在の回答率は 27.3% となっております。甲状腺検査会場や市町村の検診会場における書き方支援などによって、引き続き回答が寄せられております。続きまして括弧2の線量推計作業結果通知です。これは表2、3に示すような状況となっております。結果通知は54万通を超えております。続きまして2ページ目、実効線量推計結果の状況です。表2に示した線量推計済みの対象者から推計期間が4ヶ月未満の方を除いて線量別の人数分布を集計した結果を表4に示しております。表4の上に線量別の人数分布の集計方法に関して注意しております。今回個々人へ結果通知した値を用いて人数分布を集計する方法に統一いたしました。その方法を用いて表4を作成いたしました。ただこれによりまして地域別の線量分布に大きな変化はありません。続きまして3ページ目、実効線量の推計結果に関しましてはこれまでと同様の傾向にあると考えております。そのためその下の文書についても変更はしておりません。続きまして4番目、回答率の向上活動です。最近の取り組みとしましては、甲状腺検査会場および市町村の検診会場での書き方支援事業を中心に事業を展開しております。詳細は次のページの一覧表の通りとなっております。続きまして5ページ目、基本調査で得られている線量分布の代表性に関する調査です。括弧1の調査の進捗状況ですが、丸1にあります無作為に抽出した未回答者に対する個別訪問および丸3にあります今まで未回答だった理由に関するアンケート調査につきましては9月末をもって終了しております。その結果が括弧2の結果の概要にお示ししてあります。丸1の個別訪問結果についてですけれども、対象者全県で2645人であり、そのうち990人から回答いただきました。その方部別の割合、方部別の内訳も示しております。現在は線量推計を順次実施中で、その後線量分布の比較へとつなげていく予定です。続きまして丸2番の未回答だった理由に関するアンケートについてです。個別訪問により問診票に回答いただいた方を中心に今まで未回答だった理由を聴取できました。これは選択式のアンケートとなっております。一番多く選択された理由は、時間がかかりそうで後回しにしていたからでした。
続きまして、記憶が定かでなく記入できなかったから、書き方支援の人がいないと書けないと感じていたからでした。次のページに個別訪問結果及びアンケート結果の詳細をお示ししました。個別訪問結果ですけれども、回答率は約 37% となっておりまして、その他接触できなかった方の割合等表グラフにお示しした通りとなっております。続きまして、今まで未回答だった理由に関するアンケートですが、合計で1094通の回答をいただきました。問診票に回答いただいた990人の方につきましては、アンケートにもほぼお答えいただきまして、また問診票に回答をいただけなかった方でもアンケートにはお答えいただいた方が100名程度おりまして、合計で1094通の回答をいただいております。結果は表とグラフに示す通りとなっております。次のページからは別添資料ですので説明は省略させていただきます。ご報告は以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ただいまの件、何か委員の皆さんからご質問あればお伺いしたいと思いますけれども。はい、どうぞ。代表性の調査に関しまして、私が発言したことを端を発してやっていただいて大変ご苦労かけてどうもありがとうございました。で、こういう訪問調査する割には意外と低いというか、それが意外と低いんじゃないかなと、37% の回答率というのは非常に低いんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですね。で、その真ん中ぐらいより下のところに、線量分布の比較には十分な数の回答が得られたと考えていると言われてますけれども、数っていうのはどういう根拠でその数というものを十分だと考えられたのかということと、それからじゃあ本当にこの 37% で代表性っていう意味ではどうなのかというようなことも ある程度評価していかなきゃいけないんではないかなというふうに思います。もちろん今まで未回答だった人たちのある程度実態を知ることができたという意味においては非常に意義があった調査だと考えてはいますけど。はい、ありがとうございます。1点目の、回答の数に関してですけれども、これに関しましては、括弧1の ② に少し書いてありますけれども、線量の分布の仕方によりまして個別訪問の対象者の数というのを決めております。具体的に申し上げますと、地区ごとに標準偏差を計算いたしまして、その標準偏差に応じた対象者の数を決めております。その対象者の数に応じまして回答数もこのような形になっているというような状況でございます。それとあと2点目の回答率が 37% ということに関しましてですけれども、この回答状況にお示ししましたけれども、訪問不可、すなわち転居等で訪問できなかった方が 8%、また接触できなかった方、どうしても留守等で接触できなかった方が 25% ということで、この方々を合わせると 33% ですので、この接触できず訪問不可という方を除いては 66%、 67% ですか、77% ですか。ですので、その方たちの半分ぐらいから回答が得られたと、37% ですので、接触できなかった方等がランダムに存在しているというふうに考えますと、半分程度から回答を得られたのではないかというふうに考えております。できない方がランダムだったらいいんですけれども、必ずしもそうじゃないと思いますし、やっぱりちょっとこの地域の特殊性で、やはり回答に対してやっぱりすごくネガティブな状況があるんだなということをちょっとこのデータから知る思ったんですけれども、実際我々は普通に1時間ぐらいかかるようなアンケートをお願いするというのを住民票ベースでやってもですね、5割以上はやっぱり基本的には越すんですよね、大体。で、だからそういう意味で少し低いかなと。で、実際国勢調査やなんかとか世論調査とかいろんなものでもやっぱり大体
そのサンプリングした人の 60% ぐらいは大体必要だろうというふうに考えることに関を接触できた人の 60% という意味じゃなくて、やはりサンプルされた人の 60% 以上ぐらいは本当は欲しかったんですけど、まあ、いろんな諸事情で難しかったんだなということがまあよく分かりました。まあ、これ以上はなかなか難しいと思いますけど。はい、どうぞ。5ページの下から4行目ぐらいのところですけど、選択式アンケートのその結果で一番多く選択された理由というところがありますけれども、記憶が定かでなく記入できなかったから、これもしょうがないかなとは、ある程度思いますけれども、一番多い理由が自覚がかかりそうで後回していたからというのはちょっと残念ですよね。これが一番多いというのは、やはりなんかもう少しコメント、簡略化もちろんやってらっしゃいますけれども、もう少し、この辺のところの配慮をすると、もうちょっとアンケートの、選択、提出率が良くなるんではないかなというふうに思います。それから書き方の支援の人がいないと書けないと感じていたから、これも、人的なパワーを使って少しもう少しついていただいたりすると増えるんじゃないかなという印象を受けたんです。はい、ありがとうございます。他に何かコメント質問ございますか。はい、どうぞ。最初の方のご質問ですけれども、この個別訪問を始める前に、目標の数で各校部から各地区からこれぐらいの数を得られれば、十分な比較ができるだろうということを統計的に計算をいたしまして、この回答数は全て校部ごとに申しますと目標数を上回っているというような状況です。あと後半のご質問ですけれども、拒否と、接触した回答に至らずの違いですけれども、接触した回答に至らずというのは、何らかの形で接触できて回答をお願いしたものの、問診票をお預かりいただくという形にとどまったということ、こちらの調査員からはいついつに再訪問して問診票を受け取りに行きますよという提案をなるべく差し上げるようにはしたんですけども、それでもお断りになられて、時間があるときに書いてお一人投函しますというようなお答えをなさった方が、接触したら回答に至らずという文面になっています。で、拒否というのは、接触した際に拒否なさったということで、理由としては、高齢であるからお忙しいかなと、そういった理由が目立っているように、記憶しております。はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。問診票の回答状況をちょっと確認したいんですけれども、詳細版と簡易版それぞれ、回答が示されていますが、大体この推移というのは どんな感じになっているんでしょうか。はい、前回の検討委員会の資料で、回答率の時間的な変化のグラフというのは確かお出ししたと思うんですけれども、そちらに詳しく書いてありますけれども、最近は比較的横ばい状態というような状況になっております。それほど大きな変化はないという状況になっております。詳細版というのはじゃあもうほとんど伸びてなくて、簡易版がなんとか数を稼いでいるという状況なんでしょうか。そこはお住まいの地区によりまして、詳細版でも回答いただいております。
特に今回、代表性の調査というのはやりましたので、代表性地区で、曹操地区にお住まいだった方からは詳細版で多くの回答をいただいております。ここは詳細版会員版はお住まいの地区、まあ、具体的には避難の回数によって使い分けておりますので、どちらも回答はいただいております。はい、よろしいでしょうか。ということで、この詳細な検討の後またご報告いただくということでよろしいございますか。いつ頃が目処なんでしょうか。はい、次回の検討委員会で、この代表性の調査に関する線量分布の比較というのを、結果をお出しできるというふうに、予定でおります。はい、ありがとうございます。他に特にご意見がなければ次に参りたいと思います。次ですが、詳細調査についての丸1、甲状腺検査について事務局から説明をお願いします。はい、甲状腺検査部門長の大鶴から報告いたします。本格調査の実施状況ですけれども、調査概要でまず対象者については先行検査における対象者に加えて本格検査では平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた福島県民にまで拡大して検査を実施しております。4番目の実施期間ですけれども一次検査に関しては県内の各地の医療機関で現在では30検査実施期間において検査が可能となっております。県外に関しては9月30日現在99の検査実施期間と協定を結んで検査を実施しております。次に二次検査については県内4機関、県外では28機関で検査が実施可能となっております。でその後だいたい今までと同じなので、検査の結果概要の方に移りたいと思いますが3ページです。一次検査結果ですが、9月30日現在で、19万9772人の方が検査を実施しております。でそのうち、結果が判明した方の、A 判定は 99.2%、B 判定の方が 0.8% というふうになっております。で、の方とか適切の詳細に関しては以下の表をご覧ください。でその次です。次のページですけれども、受診者の年齢階級別受診率を示したものですけれども、これは平成26年度の対象実施市町村に関してですが、平成26年4月1日時点での年齢階級別では、表にお示す通りですけれども、18歳以上の年齢階級で、24.1% と、他の階級に比べて低くなっておりますが、県内拠点とか公共施設の方の案内をして、徐々にこちらの方も現在増えてきているという状況です。次に、先行検査結果との比較ですけれども、下の表にお示すとおり先行検査で A 判定と判断された16万9029人のうち本格検査で A 判定は 99.4%、 B 判定は960人 0.6% でした。また先行検査で B 判定と判断された817人のうち本格検査で A 判定となった方は 44.9%、 B 判定が 55.1% ということになっています。で、先行検査の判定基準から本格検査どうなったかということで、これまでちょっと表が縦横逆だ見にくいというご指摘を受けておりましたので、今回こういうふうな表の形に変えさせていただきました。で次に、二次検査の結果ですけれども、二次検査を終了された879人のうち、27.5% が詳細な検査の結果、A1 もしくは A2 判定相当として、ダウンステージ部になっています。残り、72.5%、637人は、通常診療の方になっておりますが、次のページの表にあるように、そのうち再誤診された方が124人になっております。で、細胞診の等の結果ですけれども、先週吸引細胞診を行った
方39名が悪性なし悪性疑いの判定となりました。男性16名、女性23人です。平均年齢は 17.1 歳、平均使用期は 9.6 ミリということになっています。なお39人の先行検査の結果は A 判定が37人、 B 判定が2人という結果でした。以下の、年齢階級別のグラフとかその次に示しております。で次のページ、4ページです。あ、6ページですけれども、細胞浸透による悪性内視悪性疑い39人の基本調査の結果を、次の表とグラフで示しております。それからちょっと詳細なところは飛ばして10ページをご覧ください。対象者に対する心のケアサポートですけれども、二次検査の対象者のサポートは、延べですね、1058回の、相談等を本格検査で行っております。次に一次検査における、サポートですが、主として、検査会場での説明ブース等によって医師が超音波画像を示しながらですね、結果を受診者やご家族にご説明してますけれども、この、3ヶ月で、9月30日の3ヶ月で3213人の方との受診者と、そのご家族が聞いていただいたということになっております。それから、本格検査2回目、検査3回目のですね、これから の来年度4月以降のですね、実施計画ですが、20歳を超えた方のですね、5年おきというのの節目検診に関しては前回ですね、お示ししてご了承いただきました。で、まず前回もから指摘されているように、まずこの検査のですね、目的とか意義をよく理解していただいて、さまざまですね、所見がたくさん見つかるような検査なので、逆にデメリットあるいはマイナスもあるということをご理解していただくということを、それでこの検査に同意不同意ということを書いていただくというような、そういう同意書に、次年度から変更させていただきたいというような見直しを現在行っております。また結果の通知の見直しですけれども、これもですね、多い方は3回受診されているということになりますから、それぞれの結果が分かるような形の結果を示しするというような形に変えるということで進めております。そして21ページですけれども、最後、悪性内視悪性疑いの方で手術された方は15例ということになっています。で、術後の病理診断、前例入刀を買っていくことです。以上ですけれども、あと、先行検査につきましては、前回の検討委員会で、ご報告しましたとおり、本年の4月30日で一次検査のエントリーが終了し、前回確定版の、報告資料を出していました。ただし確定版が出た後も一部で先行検査の二次検査の結果が出る方などがいらっしゃいますので、こうした結果の追加分などをまとめた、追放版をですね、当面今年度末を目標に作成し、来年度初めの検討委員会でご報告する予定にしております。確定版が出た後、先行検査で、の悪性確定版が出た後にですね、先行検査で悪性内視悪性疑いというふうな二次検査の結果が出た方は1人増えて、合計ではですね、前回確定版で113人だったんですが114人になっています。また手術の実施件数も2人増えて、合計で110人の方が手術を受けたということでした。増えた2人に関しては、術後の病理診断は乳頭がんということでした。今回人数が少ないため、プライバシー法などの配慮を求められることから、口頭での数値報告とさせていただきたいと思います。で、ご了承お願いいたします。以上です。はい、ありがとうございました。最後のところは、2例増えたっておっしゃいました。
細胞診の結果は1例増えて、手術された方が2例増えたということです。ということですね。はい、ご説明ありました。何かご質問、ご意見があればどうぞ。はい。以前にもちょっとお聞きしたんですけど、非常に大事なところで、被災前からあった腫瘍なのか、それとも被災後に出た腫瘍なのかっていうところを鑑別する、比較する、あるいは鑑別するデータってなかなか難しいと思うんですけど、これ唯一のデータかもしれませんので、5ページのですね、その両括弧2の細胞診の結果のところで、39人の先行検査の結果で、A 判定の31人のうち A1 が19人と A2 が18人と、 A1 というのは19人は何もなかったわけですね。それで A2 は、脳胞かあるいは5ミリ以下のソリドなマスがあると。これは今度見つかったのはこれらの病変がから発生したのか、それとも別のところから今まで見つからなかったところから、小さいエコーでも見つからなかったところから新しく出たのか、それとももともとあったのを見逃したのか、これはどういうふうに判断されますか。判定1回も含め、あるいはですね、その後でも前回の超音波というのは比較してみておりますけれども、B 判定のお二人はおそらく B っていうのはその今僕が言わなかった B ですね。つまり5ミリ以上のソリッドと、あるいは20ミリ以上の脳胞をのところですね。これは2人に関してはソリッドな結節があって、あ、じゃあそこから出た、そこから今回がんが、そうだろうというふうに推測され、別のところから出なくて、その A2 の病変、あ、失礼、 B の病変の所見からのところがんが発生したということです。そうですね、もちろんですね、変わっ時間間に時間があるんで、はい、100% そうというのはです、ね、はい、難しいとは思うんですけれども、はいはい、おそらく指摘にはそうであるということですね。A と B は、A の方の、 A2 の方のに関して、 A1 と A2 の方、 A1 はもちろん所見がない方なので、結節性の所見はないという方なので、それはそこからじゃないということですか。そうですね、もちろん所見がないので、なかなかどこからというのは前回 の、 画像を見てもわからないという、ということは、じゃあ新しく出たというふうに判断してよろしいですか。そうですね、画像では捕まえられない、捕まえられないレベルという、1ミリ2ミリの小さい見つからなかったがんがあったかもしれない。ですね、良性悪性含めですね、脳胞は1ミリぐらいから結構はっきり分かるんですけども、結節っていうのはやっぱり5ミリ前後なん で、ね、で中の結節の中にはもう本当に10ミリ以上にならないと分からないやつも あるインターバルでやった場合あるんで、それはやっぱりその腫瘍のでき方で多分違うと思うんで、前回今のエコーで見えなかったから、ゼロだという後から出たというのはちょっとなかなか言いにくいとは思いますが、分かりました。ということは、では A は A1 はもう明らかに本当に見えないところから発生したのか、あるいは正しくものがあったのか、あるいは発生したのか、どちらかということですよ。 A1 に関してはおそらくその前回は通常のエコーの検査では見えにくいという状況だったというふうに思います。で B は脳胞が多いんですけど、結節が、5名ぐらい、この中で5名が結節ですけれども、その場所が後から考えて似たような場所にという方は2名という状況です。結節はやっぱり、はい、よくこの年齢はたくさんあるんで、はい、そういう状況、可能性があるというのは、という状況です。はい、ありがとうございました。ご意見中橋でございます。前回2回欠席したのと、前もお聞きしたかもしれないんですが、
この39名の方の中で、腫瘍の径の気象の大きさが5から30ミリって書いてあります。で、まあ、30ミリっていうのは大きいので分かると思うんですが、この中で症状があったとか、明らかに分かったと、外から見て分かったというのと、そうでない方の比率とか、そういう調査っていうのはされているんでしょうか。調査はしてませんけれども、全員症状ない方ですね、一番大きい方です。前回、先行検査で B 判定だった人たちの半分ぐらいは、基本的にもう一回やったら、今度は A 判定に変わっているということですよね。だから、明らかになったマスが次の時にはなくなっているというか、小さくなっているというふうに考えていいわけですよね。もし2回とも検査を受けなかったこの人たちはずっと二次検査というか、そういう医療に引っかかんなかっただろうという形になりますよね、そこら辺はね。するとあともう一つ、B 判定の2名の方が、前回は、細胞診とかまで行ったんですか、行かないで、あそこまで必要ないというふうに判断されてたのが、今回はもうちょっと大きくなっているとか、より腫瘍が怪しくなったという判断で、細胞診やって、がんと診断されたというふうに考えてよろしいですか。そうですね、ちょっと個別のことに詳細はお話しできないんですけど、原則として当然その5ミリから20ミリの範囲はよく考えて細胞診をするというふうな、そういうガイドラインになっておりますので、細胞診に、その前回では至らなかったけど、通常診療の中でずっと考えてきて、今回、細胞診というふうになったという、そういう状況です。はい、よろしくございますか。何かご質問があればあれですけど、それでは一度これを締めまして、次に進めしていただきます。健康審査についてであります。こちらの説明をお願いします。資料3の1をもとにご説明をいたします。実施状況についてご説明いたします。1ページ目に26年度の実績を上段に16歳以上、下段に15歳以下を示しております。県内に居住している対象者で16歳以上の方については、既存の検診と県民健康調査の健康審査を一度で受診できるように、市町村の実施する特定健康審査などで追加項目を上乗せして同時に実施するようにしました。受診できなかった方を対象に、県内24会場延べ52回集団検診方式で健康審査を実施しております。また集団検診と同時期に県内協力医療機関においても健康審査を受診できる体制を整えまして、504施設にご協力をいただきました。15歳以下の小児については小児の特性に対応できるように小児科医に協力をいただきまして、県内101の医療機関において健康審査を実施しました。県外に避難している方については避難状況を踏まえまして、合計837の医療機関にご協力を賜りまして健康審査を実施しております。内訳としては16歳以上については432の医療機関、15歳以下の小児については県内と同様に小児科を標榜する124の医療機関、16歳以上、10歳以上、いずれも対応可能な281の医療機関にご協力をいただいて実施しました。受診率を、下に示します。26年度の、前ページ、受診率をお話します。26年度の16歳以上の受診率は 22.2% で、平成25年度の 23% と比較して0.8 ポイント。15歳以下の受診率は 35.6% で、平成25年度の 38.7% と比較すると 3.1 ポイント減少しております。以前に比べると減少率は少なくなっております。で、平成27年度の実施状況をその下に示しております。対象者は215,315人、15歳以下が 25,296人、16歳以上が19,019人でございます。県内に居住している方
16歳以上に関しては引き続き伊達市を除く12市町村において市町村が実施する検診上乗せを同時に行っております。集団検診、医療機関での個別検診を実施を予定しております。受診者数は途中経過でございますけれども、16歳以上が1万8066人です。15歳以上の小児に関しては昨年と同様、7月から12月までの6ヶ月間実施します。協力機関は99施設で途中経過ですが3469人受診くださっています。県外に避難している対象者の方々ですけれども、早期に実施できるように7月中旬より順次案内を発送しまして8月から実施してございます。多数の対象者が避難している地域に近接した医療機関にご協力いただけるように今後努めてまいります。昨年度の取り組みに加えまして今年度からは検診の結果を説明する会を開催しました。同時に食と健康セミナーを開始しております。実施状況は以下の通りでありまして、5月から7月までこれらの田村市、川俣町、会津若松市、小山市、原町市、南相馬市、それから富岡町、それから、いわき地区でございます、開催しました。それから、福島市で、青瀬で開催しております。で、この対象はですね、27年の1月から3月に行われた26年度の個別検診のうち血圧、腎臓等から血中脂質、尿酸の5項目でどれか1つでも陽指導、陽医療にの判定を受けた方々4810名を対象にしております。具体的な内容としましては、検診結果をこれからの健康づくりに生かすことができるように福島医大の医師による講話、小グループに分かれての相談会、から管理栄養士による食、健康セミナー、から血圧、血糖測定、栄養指導、口腔ケアなどのそれぞれ専門の医療従事者の方々にご協力を賜りまして行っております。今後は12月20日に広島町の保健センターで予定しております。続きまして資料3の2に移ります。検診項目の項目別実績基礎統計表を示しております。検診項目について検診の対象および項目については前年度と変わりません。で、65ページをご覧ください。ここにまとめを示しております。平成22年度と平成24年度から26年度までのまとめを記載しております。対象者、検診対象者に大きな変わりはございません。ただ検診の受診者は異なりまして、検診を受けた時期あるいは医療機関も異なっているということであります。だから多くの就職因子がございますために、厳密な意味での統計学的な比較ではございません。参考までに、小児の検診実施時期を、これ10、0歳から15歳までですけれども、23年度から26年度まで、以下のように行っております。で、まず、福島県は肥満が多くございますので、これについてお話します。体重の全体の平均値ですが、65歳未満では23年度に比べて、前減してきております。65歳以上では微増でございます。特に体重ですね、これは男性の方が女性よりも体重は多い傾向にあります。で、実ボディマスインデックスが25以上でございますが、平成23年度から25年度は変化がございませんでしたけれども、26年度になりまして低下しております。特に65歳以上では 3% 減少し、65歳未満では 1% 減少しております。から福井でございますけれども、85センチ以上、男性において85センチ以上の方はですね、平成26年度は23年度に比べて低下しております。
一方女性で95センチ以上の腹囲が多い方ですけれども、23年度に比べて、65歳以上あるいは16歳から39歳では、やや減っておりますが、40歳から64歳では軽度増加しております。高血圧は23年度に比べて26年度は減少、一方でクレアチニンあるいは、子宮体老化率計算上のものでありますけれども、これは、クレアチニンが増加、EGFR が低下でありまして、慢性腎臓病の増加が、推測されます。空腹時血糖、それからヘモグロビン A1C については、平成23年度に比べて、65歳未満では横ばい、65歳以上では空腹時血糖が減少傾向、ヘモグロビン A1C は、6% 以上の割合が23年度に比べて26年度では増加傾向にありますが、逆に 7% 以上の血糖コントロールの悪い方々は減少傾向にございます。脂質異常症については65歳以上について平成24年度に減少いたしまして、一方で中性脂肪は7歳から15歳の年齢区分では26歳まで増加傾向が続いております。で、尿酸については男性の方が女性より常に多い状態でありまして、これも増加傾向が続いております。ここで肝機能の異常については平成24年度一旦増えましたが、25年度に23年度と同様に同レベルに低下して、26年度はさらに肝機能異常者は減っております。次に白血球と血小板ですが、これについては変化がございませんでした。で、小児の、白血球分化から赤血球、これも、長変がないということであります。以上でございます。はい、ありがとうございました。何かご質問があればお伺いします。はい、どうぞ。説明会の出席される方の人数でありますけれども、これは開催する地域によって少しばらつきがあります。なので非常に少ないところと程度、非常に少ないところとある程度多いところで押しなべて 5% から 10% の間というふうに考えておりますので、でしたので、それで広野町の場合にはちょっとやり方を変えまして、対象者だけではなくて住民一般の方々に聞いていただくような取り組みを試しにやることを考えております。それから、検診で全国とどのくらい違うか、これ正確な統計はちょっと取りがたいのは最初にお話しした通りで、それについてはちょっと、しにくいところでありますが、やはり肥満者の割合がどうしても多い傾向にあるのではないかというふうに考えられます。よろしいでしょうか。ただ福島県全体がですね、もともと肥満がございまして、地域の違いというよりはむしろ福島県の違い。聞こえませんですか。聞こえません、すいません、はい。福島県全体で肥満が多ございますので、今後注意して経過を追っていく必要があるかと考えております。はい、前田先生どうぞ。私も同じく健康セミナーのことなんですけど、大変大切なことだと思いますので、ぜひ継続してですね、今1月から3月までの間に受診された方ということですけど、継続してやって拡大していっていただければというふうに思います。ありがとうございます。来年度も続けてやっていきたいというふうに考えています。
はい、やるからには出席をもう少し多くするような取り組みを考えていきたいと思っています。以上でございます。他にご意見ありますか。大丈夫でしょうか。これは平均値の比較ですよね、基本的には。ですから個別の人の変化ということではないですね。これは個別の人の変化ということで紐付けができるような仕組みなんでしょうか。データベースをもとにですね、今後はそれが成果を出していけると思っています。で、今少しずつログ出ていますけれども、震災 の、 変化です。震災後の変化についても、ご報告をしていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。後ほどそのデータの活用というところでも議論になるかと思いますので、またその時にいいお話をさせていただきます。他になければ次に参ります。次は、心ですかね、お願いいたします。それでは室長 の、 前田の方からご説明させていただきます。今年度は今回は今年度調査ですね、来年の2月に行います今年度調査 の、 概略ができましたので、それを説明をしたいと思います。資料4をご覧ください。昨年度ですね、質問質がものすごく多いと、一昨年度ですね、昨年度ですね、多いと、それから、そういったこともありまして、特に返信率を上げたいということもございまして、質問紙の内容を一新しかなり減らしまして、半分ぐらいに減らしております。それからまた市町村のニーズに基づいた質問項目を加えるなどして、かなり昨年度大幅な変更をしましたので、今年度はあまり大きな変更を考えておりません。ただですね、ですね、29ページなんですけども、4の29ページですけども、一般用ですね、成人の方はかなりやっぱ質問項目がそれとまだ多くございまして、とりわけですね、食事に関する項目がやっぱり20項目くらいあったんですね。しかしながら、あまりその質問項目の内容が電話支援に生かしづらいという内容もございましたので、ここを大幅に減らしております。具体的には、33ページをご覧ください。問い9ですね、問い9のところはそうなんですけれども、大幅に減らして5項目、特に食行動についてのに焦点を絞って質問をするという形に書いております。その他はですね、特に大きな変更はございません。あと昨年度、今年の2月に行った平成26年の調査なんですけれども、今回初めて返信した全員に個人フィードバックをしております。で、5万人の方に一人一人今回こういう結果でしたということをですね、できるだけ丁寧な形で発送し、ちょうど絞ったところでございまして、今のところ筒がなく、誤発送等もなくですね、筒がなく発送を終えています。これがどんなふうに評価されるかというのは、また県民の皆様からちょっといろいろ意見をご意見を頂戴して、来年の以降の調査にもまた生かしていこうと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。何かご意見ご質問あればお伺いします。どうぞ。5万人に発送したということで、回答率も今度は上がるんじゃないかと期待して、ご苦労様です。ありがとうございます。もう一つ見せていただきましたところ、確か小学生以上は自分で回答させる、中学生、はいはい、中学生のところに自分で回答するんじゃなくて、お子様のというような記述があったような気がしたんですけれども、中学生はですね、ご家族が記載してもよろしいですし、義務者ですけれども、扶養者ですねが記載してもよろしいですし、本人さんが記載してもいいと、一応どちらも記載していいという形にしておりますけれども、はい、そこのところが聞いて、問いの尋ね方がお子様のに確かなってたので、はいはい、中学生版を見ていただく、4の24ページですね、はい、以降がですね、ご家族が書くというふうに、一応分けておりますね。4の、質問項目の1から、はい、7、ごめんなさい、8までですかね、8までが、ごめんなさい、違いましたね、5までですね、5までが、
子どもさんが書けるようになっておりまして、しかし7以降は、6以降は保護者の方が書いていただくというふうに分けています。問い8も保護者さんが書くんですか？これはもともと SDQ なので、もともと保護者記載用にして作られているチェックリストですから、そういうふうになっております。中学生だと今までもそうでしたっけ？SDQ という尺度自体がもともとこの調査のために作られたものじゃなくて、その前から標準化されているやつでして、これがもともと保護者が記載するというふうになっておりますので、まあ、その通りになっております。教員の教育委員会で使っているのは本人に記載させていますけど、浜松時代が、ですね、ちょっと私もその調査のこと詳細は知らないんですけども、はい、私が聞いている範囲ではその SDQ を、参考にして作ったというふうに聞いておりますので、ただ SDQ の原版はあくまでもご本人さん記載じゃなくて、保護者記載ですので、まあそうですね、はいはい、そういうふうに忠実に使ってるということ。そうですね、教育庁が使っているものと違いまして、これは全国平均と比べたいというのもございまして、その標準化されたデータがあるのが、まあ、現場しかございませんので、現場はそのまま用いている。はい、わかりました。とするとちょっと中学生ぐらいになると、もしかすると子どもが自覚しているものと親が見ているものは違ってるかなっていうふうには思いますね。そうですね、多分中学生以下小学生でもあるとは思うんですけども、まあ、質問して聞けるのはこのあたりかなというようなことで考えています。ちょっと専門外なんですけど、中学生でも小学生から上がったばっかりの中学1年生とですね、もう高校前の3年生とはやっぱり判断力とか、あるいは、まあ、そういうこれ理解力など随分違うんじゃないかと思うんですけど、その辺 の、 なんていうか評価 の、 ディスクレパンシーってないんですか？ですね、例えば0歳から最初はですね、初年度2年目の調査は0歳から5歳までもそういったことがございましたので、そこは2つに分けたんですね、途中からですね。ですけど、ちょっとその以降になりますと、ちょっとこれさらに細分化してやることに関しては方法論的な難しさがあります。でただ、私個人的に考えているのはですね、むしろ一般成人の方が18歳から80歳90歳まで全部一つなので、ここは将来的にはちょっと分割するということは十分考えられるかなと思います。まあ、低年代の人たちに関してもですね、今後まあさらに検討してみて、必要があればそういう分割というのもですね、考えなきゃいけないかもしれません。はい、ありがとうございます。それでは引き続きお願いをすることにしまして、次に移らせていただきます。次は議事の3、中間取りまとめということなんですが、中間取りまとめいろいろご意見いただきまして、先ほど追放版といいますか、追加版の横長のやつがありました。後でこれをベースにいろいろ話をさせていただきたいんですが、その前に私から実はデータ提供にかかる課題等というのを出させていただいております。でこの議論を今日はさせていただくのを先にさせていただきます。といいますのも、この中間取りまとめ案の取りまとめが今日この残された時間で全部終わるとは思えないんですね。まあ、行けるところまで行きまして、あそこで修正をすべきとか修正ですし、追加すべきとか追加ということが、まあ、みんなのそれなりのコンセンサスが得られれば、訂正といいますか修正をして、皆さんにお配りをして、まあ、さらに確認をすると、まあ、ここ、まあ、終わったところまでを前半としますと、前半の部分はそうやって進めると。で、終わらなかったところを後半というふうに仮に言わせていただきますと、その後半の部分については次回、もう一度議論をするということになりますが、今回の前半の議論を踏まえて、いろいろ思うことがあればさらに追加の意見をいただいて、次回議論するときにはもう少し整理をして、お話をさせていただけるような形で進めていきたいというふうに思っております。ということで清水修司先生、今日お休みのところで、補足の意見をいただきましたし、直前に児玉委員からも私の方に手元にご意見来ておりますので、ぜひそのあたりもご報告をしながら進めてまいるつもりです。ということで、まずですね、私が本当にこうバーッと書いたメモなので、読みにくい、分かりにくいところがあるかもしれませんが、
県民健康調査におけるデータ提供にかかる課題等ということで、こういうことを少し皆さんで議論していただきまして、前々からこのデータ提供あるいはデータの活用というようなことでご意見いただいておりましたけれども、少し今日は集中的にその議論をさせていただきまして、その結果を踏まえて必要に応じてどんなふうに進めていくかということを明確にさせていただきたいと、こういう趣旨でありまして、まず私から簡単に説明をします。一番のところは中間取りまとめの中でもデータの管理や提供のルールを定めるような必要があるということで今議論されている、これはすでに皆さんご承知のところです。でデータ活用のための環境がどうなっているかということになりますが、データベースが構築され始め、先ほど個別のデータが紐付けできるかという話もその一環でありますが、各調査の結果がの蓄積が進んできて、データをそういう意味では有益に提供できる体制環境が整いつつあるというふうに聞いてございます。でデータ提供の方向性ということで、今もすでに行われている部分がございます。個人への還元、先ほどの、健康審査の結果を、活用するというようなこともすでに行われておりますが、研究者等に対してデータを提供すべきという意見も多ございますと。また提供する場合にはどのように考えるかということで、4に課題を一応5項目示させていただきましたし、そうするとしたらルールをどういうふうに具体的に作っていくのかというようなことについても議論する必要があるかなということです。で課題ということで、結果として県民、結果としてのデータを提供し、それが活用された結果として県民の利益につながるということが前提だ、県民のためにどのように生かすかという観点からもデータの活用が進むことは必要、つまりデータは活用されてこそ県民のためになるのではないかという、意見といいますか課題といいますかありますと。ただ一方で県民が研究の対象にされてしまっているのではないかという不安感や不信感、そういうものも当然予想されますし、これまでもさまざまな意見をいただいているところですから、丁寧な説明が必要だし、理解を得る努力というのは不可欠だろうと。で当然のことでありますが、個人情報の取り扱いには細心の注意が払われるべきであって、それから何でもかんでもデータベースを公開するということではないんだろうと思いますので、個人情報の取り扱いその他を含めてですね、一定のルールが提供先と提供の形式については一定のルールがあってしかるべきかと、一方でデータベースを完全に公開しようという議論もあるのかもしれませんが、私はそのように、提案させていただきまして、今日これ皆さん方からですね、ぜひとも少なくとも一人一回はこうご発言をいただきまして、方向性を少し見つけていって、その上でデータ提供にかかる何らかの具体的な検討方針というのを考えさせていただきたいと思いますが、どなたか唇を切ってご意見をいただけませんでしょうか。北島さん、いかがですか。このデータをこの県民の皆さんのために広く活用していただくというのは重要なことだと思っておりますが、座長からも案を出していただいたように、やっぱり整理しなければいけない課題が随分あるのかなというふうに思っておりますので、そこはきちっとインフォームドコンセントの取り方も踏まえて、どこまでできるのかということを整理していただく必要があるんじゃないかと思っております。そんなことで今回の取りまとめ案につきましても意見出しをさせていただいていたんですけれども、調査結果が世界に広く活用されるようとあるんですけれども、インフォームドコンセントをどういうふうに取ったのかっていうところも含めて、どこまでの活用を考えるのか、検討するべきじゃないかと思っております。はい、ありがとうございます。私もこう書き忘れてるんですね。そういうそもそもデータを集めるときの同意の問題をと提供というところの関連性どうするかって話ですね。他に何かありましたら皆さんどんどんやれっていうのかやるなっていうのかないろいろあるんでしょうけども、津田先生どうでしょう。どんどん活用していただくというのもいいようではあるんですけども、データっていうのはやはり恐ろしくてですね、解析の仕方とか解釈とか言っていくらでも
誤った情報が発信されるというリスクもやっぱりあるので、やはりそれなりのルールをやはり定めて、まあどういう要するに仮説を検証するために使うのかと。で必ずやはりそれを公表する場合はちゃんと全部管理するのは当然難しいにしても、いわゆる PR レビューというかきちっとした、まあ、科学ジャーナルにきちっと投稿して採択される形で発表してもらうとかですね、ある程度何らかのやはり一定の条件をつけなければいけないのではないかなというふうに思います。まあ、我々の例えば自分たちのデータをなるべく活用してもらうためにいろんな人たちに提供してるんですけども、まあ、その時には内部の人はいいんですけど、外部のデータを使いたいという人には我々とも運営委員会のところに来てもらって、実際こういうことでこういう形でこういうところに発表しますという形のプレゼンテーションをしてもらったりとか、あるいは一定の書式で書いてもらって、でそれを我々で審査して、で許可して、それからデータトランスファーアグリメントというか、データ提供のための契約書みたいなものを結びながらデータを提供するとか、そういうことを我々の小さな研究チームでもそういうことをやっているので、やっぱりこういうデータですので、やはりそれなりにきちっとした取り決めをルールを定める必要は絶対にあるんだろうというふうに今考えます。はい、どうぞ。私基本的にはですね、データをどんどん活用していただいて論文をたくさん書いていただくのは全体の質を高めていく上でも大変重要なんじゃないかというふうに思っております。で、当面はですね、委託している県立大へ提供先としては県立大にするというふうにのがいいんじゃないかなと、全部公開するのではなくてですね。今提供の範囲についてはどのようになっているのかって、ちょっと現状ですね、提供っていうんですか、活用っていうんですかね、ちょっと説明してもらった方が良さそうですが、これ誰に聞いたらいいですかね。室長、課長、ちょっとどんなふうに活用されているのかっていうのを簡単に説明してもらえますか。はい、事務局でございます。実は本日の一番最後のですね、ワンペーパーなんですが、これですね、今回その医大さんの方からですね、この5年間で、論文として、掲載したものを一覧ピューとまとめていただきました。こういった形で今ですね、県のデータを活用して、あくまでその県からのですね、委託の一環として、医大さんが論文を書いているということでございます。こういったデータを活用して具体的に例えばですね、その13市町村避難地域の13市町村にデータを分析したデータを提供して、各自治体さんで独特さまざまなですね、そういった保健指導とか健康教師とかいろんな方で活用しているということでございます。はい、ということで今もどなたかありますか。今も要はその研究の一環ですね、そして依頼での論文作成などにデータが活用されているということですが、これを広く多くの研究者たちが、これは今度はそういう範囲を超えてということになりますので、まさにデータを提供するということになるんだと思いますけど、そのあたりのルールを決めていこうということだと思います。春日先生、何かご意見があればどうぞ。このこと自体は大変素晴らしいことなんですけれども、それにあたっては、ここの県民のデータをこういう形で使いますという、許可は取っていないままに工業研究活動は進められたというのが非常です。そこは違うんですか。ではちょっともう一回どうぞ。先ほどですね、北朝鮮からインフォームコンセントということで同意を受けたと思うんですが、今現在同意につきましては調査か検査で同意を取っております。で、その書き方とは違うんですが、その同意の中で例えばその甲状腺検査につきましては、学術的研究目的の利用という形で記載されています。ただこれは利用なので、具体的にですね、そのデータの提供というのは書いてありません。ただ今回ですね、そのデータ提供ということは、その我々としてはあくまでもその公益的目的のための学術的な提供だというところで、必ずしも同意は必要のじゃないのかなというふうには考えております。参考までにですね、この県 の, その個人情報保護条例なんですが、その中でも公益目的で
学術目的であれば、その個人情報を含めて提供していいというような記載をされているところでございます。実際 の, そのデータの活用 の, そのプロセスをちょっと聞いた方がいいと思うんですね。医大が勝手に使っているみたいな誤解をもし得るとすると、どなたか説明はできますか。あ、どうぞ。あの、大きな中です。私のところには、医大がこういうデータを使ってこういう論文を書きますっていうようなデータが県下医大に提出されて、でそれがなんかどうなった県の方からこういう申請が出てますっていうのが多分回ってくるのが、それが今議題話題になっている部分に相当するんじゃないかと思うんですけど、違うんですよ。県立医大の安村ですけど、ちょっと補足させていただきますけれども、データの利用に関しましてはもちろんインフォームドコンセントを取っておりますし、医大の倫理委員会に各調査の実施、またその分析公表に関しての、倫理申請をいたしまして、その、倫理委員会を通している。あとはその調査に関しての、それぞれ の, インフォームドコンセントの、取り方はそれぞれちょっと面接、あと郵送法の場合で違いますけれども、適切な方法でやっているというふうに私たちは考えております。でそれに基づいて分析を今行っておりまして、分析評価に関してはいわゆる研究というよりもデータ の, 適切な評価、結果の評価という視点でもともと私たちとしてはいわゆる研究のためにやるというよりは、行った調査を県民の支援にきちっと結びつけていくというための評価、それを結果的にピアレビューという形で論文という形で提出しているというふうにご理解いただきたいなと。でそれに関しては私たち県立医大のみならず、今赤井先生がおっしゃられたように検討委員会の先生方にはこういう形の論文が今分析評価の最中ですと、これに関してご意見をということで皆様方には多分メールで回っていることと思います。とりあえず以上です。よろしいでしょうか。どうぞ。今の話はですね、どうだったかお答えになりますか。バータリティアというふうにこう思われると非常にやってる人たちの尊厳にもかかりますね、あれですけど、現行どういうふうに医大の中で、県の委託の範囲の中で活用されているのかっていう話と、今後どんなふうに提供していくのかっていう話と、ちょっと整理をどこかで一回ちゃんとしてですね、それはどこかで議論するべきだというふうに私は意見として受け止めました。そういう受け止めでよろしいですかね。このデータの提供だけではなくて、収集からその分析、それから提供した後の公表の仕方までを、検討するのであれば、現状を一度きちんと県民の皆さんに説明する必要があるのではないかというのが。なるほど。それぞれそれなりに説明を受けてたというふうに私は思っていますが、系統的にですね、全体、今先生がおっしゃったように断片的なものがやっとつながってきたと検討委員会の先生がおっしゃるみたいなのは、それは県民の皆さんに率直に伝わってないというふうに私は理解しなきゃいけないんだろうというのは非常に痛切に反省しますが、簡単に申し上げてですね、どんなふうにデータを取るときのインフォームドコンセントが取られているかみたいな話を含めて、データの流れがどうなっていたかなという現状の話と、今度データベースができて活用できるという状況になったというのはどういうことを意味するのか
というようなことも含めてですね、皆さんに理解してもらうチャンスが必要だろうというふうに思います。従いまして、まあ、これをこの場所でやるかですね、ここでやるのかですね、あるいはそのデータの活用やデータベースなどについての専門な人たちの意見を聞く必要があるのであれば、そういう人たちも含めて議論するということもあるのかもしれません。いずれにしてもデータの活用の仕方について何らかの整理と議論が必要だというふうにご指摘を受けたというふうに理解してよろしいでしょうかね。はい、他に稲葉先生何かあればどうぞ。いたつもりでおりまして、多分問題点は福島以来の場合にはもう以下大学ですから、非常にしっかりしたデータベースがあるので、現在健康を要求されるようなものはきちんと外されていたと思うんです。実際にそのように私も理解しております。クリアされていたと思うんです。ところがですね、これ最初に調査結果が世界に広く活用となりますと、悪く言うと無造無造といいますか、いろんな方いらっしゃいまして、その学問的ベースであるとか倫理的ベースは必ずしも担保されない。そういう意味ではこれ同じ調子でやったらこれはもうやられているのでありまして、その一番最後に一定のルールを定めるべきではないかという、その通りだろうと思います。ですからこの際もう一度論点を見直してということであれば反対するのは当てられません。分かりました。どうぞ。医科大学のセンター側からなんですけれども、先ほど議論されている内容を見てですね、一つは先端といたしましては、先ほど県および大学から答えがあったと思いますけれども、この県民権調査の内容等についてですね、調査が得られた知見等も含めてですね、それを国内外に情報を発信して、この県民調査の理解を深めていただくと、そういう目的がありますし、またそういう内容等が、事業の中に含まれているというふうに考えております。で、その際に、この調査等につきましては、先ほど説明ありましたとおり、一応その調査の内容等については学術的な公表も行う場合があるということで、同意書は取っているというふうに考えております。で、これ医大内部でこのデータ等を国内外に情報発信するために、医大等がデータ利用につきましては、この全体内に小規定を用いましてですね、それを厳格に審査をして、その論文等の学術発表等に対しては対応していたしまして、それからその課題等につきましては審査委員会の手続きを得て許可を取っていると、そういう現状であるということです。はい、私もそのように理解していたつもりなのでありますが、どうぞ。はい、ちょっと規模は違うんですけども、こういうデータベースをどういうふうに扱うかっていうサンプルといいますか、外科学会ですね、日本外科学会は NCD っていうナショナルクリニカルデータ、ナショナルクリニカルデータベースっていう、それがトップなんですね。そこに日本中の手術は全部そこに集めるわけです。それでただドーンといろんな手術を集めるんじゃなくて、そこにはサブスペシャリティがあって、心臓血管科、呼吸器科、内分泌、乳腺、その他諸々の小児外科、全てがサブスペシャリティになって、そこにやっぱりトップがいましてですね、そこでデータベースをきちっと管理すると、それの下がそれがいくつもいくつも何層にもなっておりまして、そこそれぞれにセキュリティがしっかりしていると。で、ただいろんな科で論文を発表する、あるいはこれは発表するときにはそこで十分にその内容を練ってですね、リリースすることを許可するとかですね、あるいはこれはなぜこういうことをやったかって、こんな大規模なことを大規模で面倒くさいことをやったかっていうと、やっぱり最終的には国民に還元すると、この手術はどんなに難しい手術で、どんな成功率がどうなっても全て分かるようにしておきたいっていうことが最初のスタートなんですね。これ非常によく似てると思うんで、県民に還元するためにどんなピラミッドの構築をきちっとしたのを作っていくか、サバシップスペシャリティ、いろんな今日の
こういう分野のですね、サブスペシャリティをきちっと、まあ、構築をしっかりとして論文なり、それから、一般社会のリリースに還元していけるようなシステムを作ればいいかなというふうに思いますけど。はい、他にございますでしょうか。小野月先生、何かコメントありますか。2つばかりなんですが、データ提供は結果として県民の利益につながることを前提とすべきではないかという社長、星社長の案なんですけど、これ県民の利益というのは前提というよりは結果として得られるものなんで、これをもう文言として入れて、文として入れてくると、じゃあこのデータは提供しないとか、こういった研究、仮説の研究には提供しないということにつながるわけではないんですか。というのがちょっと気になったというのが一つです。それからもう一つは、そのデータベースの一時データに関してはやっぱりこうできる限り広く研究者に公開していただければなと思います、個人的には。というのは、私個人としてやっぱり妊産婦出生時に対する影響、あるいはもう少し広く遺伝学的影響に関しては非常にやっぱり関心があるというか考えてますので、まあ、私自身が使用できるのかなと思って今ちょっとやったことがあるんですが、まあ、とりあえず今のところは福島医大さんの方でやっている。それから検討委員がそういうふうなことをやっているのかどうかもちょっとよく分からなかったんで、今ではそういうことはしてこなかったんですけども、今後はやっぱり個人的っていうよりは広くそういったことをみんなで解析して議論していくっていうことが今後は非常に大事になってくるんじゃないかなと思っております。はい、他に何かなければ、大体意見出たところで、私別に恣意的に何か隠せとか嫌なやつには出すなって意味でこれ出してるわけじゃないので、まあ、いずれにしても先ほどからのいくつか ご議論がありました点、データ取得時のこと、それから現在の活用法、そして今後どんなふうに活用していくのか、そして現状としてどういう活用ができるような体制、つまりデータベースがどのように構築されているのかを含めて、検討して、できるだけ多くの研究者に活用される、そしてそれが結果として県民の利益につながるという、その図式といいますか、そういう考え方で前に進めていくという大筋で皆さんの、もし合意が得られるのであれば、よろしいですかね。大丈夫ですよね。ということで、なんか右半球と左半球のなんか反応がちょっといまいち違うんですけど、まあ、あれかもしれませんが、私の気のせいかもしれませんけども、そんな形で、進めていくということで、私とが今提案をさせていただいて、皆さんからご議論をいただきまして、データの活用というのもこの県民健康、調査委員会のですね、一つの大きな役割であろうと思いますので、前に進めさせていただきたいと思います。それではお待たせしました、中間取りまとめ案への意見ということで、始めさせていただきます。できましたら後で言い忘れたと言わずに、この現場で皆さんに言っていただきたいと思いますので、意見があれば皆さんにいい話をしていただきますし、このどなたからどんな意見が出たかっていうのも多分皆さんのメモに回っておりますので、最初の方から行かせていただきます。漢字の間違いとか表現のところは少し置きまして、まずこの3段目ですね、初めに目の13行のところですね、合わせて今後の論点を明らかにするということで、こういうふうに変えたらどうだというのが取りまとめをさせていただいている私 の修正案といえば修正案でありますが、このことに関して何かご意見あれば、ご本人、春日先生、こんなふうな形でよろしいですかね。それの共通でちょっと疑問を
げたつもりだったんです。で、と言いますのは、議論すべき論点に、こうしたらどうか、こういう点を評価していいかどうかという疑問が書いてあるのに比べて、はい、この評価、今後の方向性の中に既にその評価が入っているものがあるので、この整合性をどうするんでしょうかという、はい、そういう意味で、分かりました。これ議論する論点っていうのはなくなります。なくなりますっていうのは、この議論をしていってちゃんと埋め込んでいこうと思っているので、これは中間取りまとめをしていくプロセスで私が示させていただいたものなんです。ですから、それでいいですよね。いいですよね。そういうことです。すいません、誤解をしていただいたようです。それでは次です。基本調査の件、評価今後の方向性ということで、2ページ目の、11項というところですね。これ稲葉先生の方からこういうふうなことがありました。稲葉先生、このあたりについて何か追加補足のことがありますでしょうか。このように1、2、3、4ということで、整理をしていくことで、まあ、他の先生方も何かが意見が出てるんですが、ちょっと私が一つ聞きたいのはですね、ここに内部被爆線量推計のデータベースなどを進めて、総被爆線量の推計に近づける努力が必要であると書いてあって、この件はですね、甲状腺検査のところでまた出てくるんですね。甲状腺検査の時に特に予算による内部被爆の問題との合計でどうなのかという話が出てきますが、ここはあくまで基本調査についての、取りまとめということなので、ここにその内部被爆の話が出てきちゃうと、こう混乱するんじゃないかなというのは私感じたところでありまして、先生のご提案のところの一部、この3のところはちょっと別項に回すというような形を少し私は想定したんですが、それでもよろしいございますかね、先生。やっぱり内部被爆の問題はここで、なんて言いますか、基本調査の一環としてしっかりと把握すべきだというふうなことを書いておくべきだということ、そういう意図なんでしょうか。そのようにですから、この項目を落とせというんじゃなくて、扱うべきところが別なところでもいいのかなというふうに感じているんですけど、皆さんいかがですか。そのこの表現でですね、特に時々問題、時々というかいつも話をすると、
本調査で得られた線量推計結果がこれまで得られている科学的知見に照らして特段の健康影響が懸念されるレベルでないと評価するということをここで言い切ってしまうということですが、その件についてはいろんな議論があるのかもしれません。春日先生、何かご意見がもしあるのであれば。これ多くの先生たちがですね、もっと丁寧に説明するべきだというようなことを含めてここに何件かのご意見いただいてますが、稲葉先生の意見を中心にこういうふうに書かせていただいておりますけれども、この辺りについて、どうでしょうか。北島先生からも次のページですね、基本調査は、4ヶ月の外部被曝線量の評価であるが事故後1年間の云々ということがありますが、この件については何かご説明をいただけるのであればそこもちょっとお願いしたいんですが、どうぞ。環境省の方で専門家会議をで議論していただいた際には、この基本調査のみでなくて、アンスケアの推計値ですとか、いろいろなものを重ね合わせて評価を行っていたので、この4ヶ月間の行動調査のみをここに記載するのか、それとももう少し内部被ばくまたは国際機関 の評価なども重ね合わせて評価をしていくのか、ちょっと議論した方がいいのかなという意味でございます。はい、そこは今の内部被ばくの話やと同列ですよね。つまり基本調査は4ヶ月といって切って始まったけれども、 それ以降のさまざまなデータや後になって分かってきている内部被ばくのデータについてはこの基本調査という調査とどういうふうに関連づけるのかというふうにこう整理ができるんでしょうか。いかがですか。多分これが1点目の論点だと思うんですね。先ほど稲葉先生から出していただいた話と、北島委員の方から出していただいた話はそうだと思うんですけど、この辺について皆さん どうですかね。何か津軽先生、何か大丈夫ですか。じゃあどういう関連づけをしていくべきなのかという論点で一度整理をするということでよろしいですか。後に書くか前に書くかは別としてということですね。それから次にここにまた先ほどの話がありました100ミリシーベルト云々ということで清水先生からこう書かれていますし、意見が春日先生、北島先生、から出されています。この辺のところもですね、こうさらっとその清水先生の意見などが非常に分かりやすいような気がするんですけど、これまでに得られているから100ミリシーベルトだと影響がないのだという文献型の説明ではやはり説明になってないんじゃないかという指摘だと思うんですね。このあたり春日先生どうでしょう。はい、私がここを書かせていただいたのは、集団に対しては確かに統計学的に北島委員 のご修正も踏まえますと有意差を持って確認、できるほどの、レベルの被ばくになっていない方が多いということは言えるとは思うんですけれども、この基本調査で、に回答しなかった方、あるいは、その行動が十分にその基本調査に反映できなかったかもしれない方、その方ここに対して個人個人に対して、影響がないとはまだまだ断言できない、そういう、調査の制度ではないかというふうに思うので、ここは注意深く、少しこう言葉を補足した方がいいというふうに思った次第です。それはあれですか、提出をしてない人に極めて高い線量を浴びた人がいるという可能性を指摘しているわけではないんですね。そういうことではないんですね。今おっしゃったのを聞くと、出してない人にはとても高い線量で影響が出るほどの線量を受けた人がいるかもしれないということですが、そうなるとこの調査そのものの基本的な考え方にがこう
こう揺らぐことになるんですよね。ただ我々はそうではなくて、いろんなシナリオで一番被爆をしたであろうと思われる人たちを中心にそれはしっかりと把握する努力をしてきました。ただし全員ではありませんが、ですから代表編の性の調査もすれば、さまざまなことをして、まあ、個人の占領の一人一人が何ミリシーベルトかということを確定はできないまでも、大多数といいますかほぼ全ての関係の方が浴びたであろう占領については、まあ、推計ができるということを前提に進めてきた調査なので、もし春日先生がそういうふうにおっしゃるんだとすると、この調査そのものの、あの考え方が揺らぐことになるような気がするんですが、そうではないんですよね。いや確かにその全、まあ、全体へ の、 その、 あの 妥当性の評価も してますけれども、それはその、回答できる方の、回答を元にできるだけその全体の分布について推計しようというその努力の、現れであって、その精度を少しでも高める努力であって、ですけれども全員から必ず全部のその情報を得ているわけではないので、それは、非常にその外れたほど の、 その高い被曝をする方がいたということを決して否定することにはならないんじゃないんでしょうか。ですちょっと今の座長の言葉の意味がわからないんですが、決してこの基本調査の枠組みを否定するわけではなくて、その点その別に見解の違いがあるとは思っていなかったんですけれども、あの他の委員どうでしょうか。あの明石先生 どのように、あの確かにあの例えばこの調査で占領について言えば、そのどこどこの地域にどの程度あったかとかいう、まあ、いわゆるそういう調査はここではやっていないことは、これは個人にお答えをしていただいた人たちの調査なのでそうなんだとは思いますが、まあ、ちょっとそこまで言えるのかどうかっていうのは別の調査をしないとどちらにしてもわからない部分もあるような気がするんです。と言いますのは、あの線路についてはその1年または1年また4ヶ月っていうのは今回のこの調査ですけども、それ以降の調査については多分現在のこの調査ではカバーできない、いろんな別のことをやらないといけないので、まああのこの調査ではということで、私どもも進めない、まあ言い方で多分この調査から得られた結果ではって書くか書かないかっていうことに多分なってくるのかと思うんですけども、多分あのそこまでこう広げたことをここで言えるかって言えるとちょっとどっちとも言えないんじゃないかなっていうのが私どものを考え、ちょっと答えがよく分からなかったかもしれませんけれども、要するに言いたいのはこの調査でやったことはこうでしたということは言えるけれども、その以外のことについてはその高い人がいたのかいないのかということもそこまで触れられる調査ではないので、そこまで言い切れないんではないか、そういう意味です。ですからあの今堀先生が言われたように、いかにもいたかというようなことを否定できないというようなそういうことでにもならないんではないかと私は思いますが、なんかあの分かったような分からないような話なんですけどね、あの要はですね、2つあるんですよ。今春日先生がご指摘されたのはもっと高いのを浴びた人がいるかもしれないんじゃないかということで言えば、もっと高い被爆線量を浴びた人がいる可能性についてはあのこの行動調査というものの範囲を超える可能性がある、まあ、それは可能性があるという話ですね。分かりません、あの原発の中に入り込んで何かした人がいるかもしれませんから分かりませんが、ただ一般的に行動を避難をした人たちの一般的な行動パターンを追ってすれば、まあ、最大値このくらいだろうなということは共通の理解として私はあの認識しているものと信じています。したがってその外れ値というのはよっぽど何か特別なことをした人でなければ出てこないし、それについてその人を見つけ出してですね、その人にどうのこうのって話ではきっとないので、我々はそういう限界があることを前提に我々が調査している範囲は
ほぼ全てをカバーしていると認識し、そのほぼ全てをカバーしている、調査で明らかになっている最大値はこのぐらいだと。その最大値についてはそれなりに、細かな行動調査を検証しているわけでありますので、その辺についてはかなり精緻に、取り、あの、なんて言いますか、評価されているんだろうと思います。ただしその内部被曝を合わせてということになると分からない部分出てきますよねということは、それは当然やり方としてはあの外部被曝線量の推定ということでやっているわけですから当然ですよねということで、先ほど言った外部被曝の話とかは別の項目で扱うようにしたらどうですかと、こういう話をしたわけですし、4ヶ月でいいのかということについて言えば、まあ、確かにそういう側面もあるんだとすれば、4ヶ月以降のことについては何らかの補足法ということを考える必要があるかもしれませんねというのは分かるんですが、外れ値としてすごく大きい人がいたかもしれませんねという話については私はあの そんなふうには思わないんですけど、どうぞ。いや、なんかあの今日は非常にその、否定的に受け取られているような気がして驚いてるんですけれども、積極的にその外れ値があったんではないかということを示唆しているわけではなくて、完全に否定することはできないのではないかという意味で言葉を補足した方がいいんじゃないですかという意味で申し上げてるんですけれども、それでもあの趣旨と違いますでしょうか。あのですね、講談の話です。つまり集団としてその統計的に影響が検出できないレベルのことである、したがって何の変化もなかったというのは、まあ、論理的におかしいのかもしれません。ですから一方で個人を見ればもしかしたら分かりません。これも把握の仕方も検出の仕方もないので、つまりこれが今回の放射線の影響によるものだったかどうかというのは分かりませんので何とも言いようがありませんが、少なくとも現時点で知られているもので、あるいは統計学的に影響が出る範囲の被曝ではなかった、これまでの知見に合わせてみれば、ただ個別に言えばそういう影響が何人たりにも起きえなかったという言い方ではないよねっていう、その講談の話は分かるんですが、なんかいっぱい浴びた人がいるんじゃないですかということについて言うと、私は少しそのですよね、分かりました。じゃあこの辺のところですね、科学的に知見に照らして、まあ、統計的に確認できるほどの影響がなかったという表現は、それ自体はそのもう少しこう、まあ、清水先生がおっしゃるように、精緻に書き込むにしてもですね、これについては委員としてこのぎっちりこう議論するのは、まあ、ある種初めてといえば初めてなので皆さんに意見を聞きたいんですけど、どうでしょう、そういうふうに理解をして津軽先生よろしいんでしょうか。どうぞ。うまく表現できるかどうか分からないんですけど、この基本調査によって外部被曝の、この調査によって線量を推計したということですね。ただ全員に対して 100% 正しいものではないので、あくまでもちろん推定者、その調査における評価、そのある程度代表性とかそういうのも、実際サンプリングも 27% だとか、そういうことはやっぱり当然含めながら、その調査の得られた外部被曝の分布とかいうものに関して考察は、そういう考察はしておく必要がありますよね。で実際、あと本当にこの被曝量が、この調査で、得られた外部被曝線量と、正しいのかどうかを推定するために、他のいろんなもので得られた、曝露に関する情報とか、内部被曝の情報とかも、ある程度、やはりそれは他の情報として、入れといた方がいいですよね。で最終的に健康影響って話になっちゃうと、そういうものを全部トータルに合わせながら、あくまでも要するにないであろうとか、あったとしてもまあ小さいであろうとか、まあ、あるいはあるかもしれないとか、そういうような最終的な結論を導くんじゃないかなというふうには思いますけど、多分言ってることはみんなあんまり変わってないんだと思うんですけどね。ただその今まで100ミリ以下では何々起きないから安全なんだという、そういうまあ考えにくいということを含めてそういう議論をしてきたけども、これだけのデータが現れ、まあこれだけの評価をしていく中で基本調査というのがこれだけは分かってきた、その結果として今までの科学的な試験と照らして現時点では、まあ現時点ではというのかどうか分かりませんが、統計的に有意な影響が出るレベルにはではないというふうに考えるというようなことを、しっかりと書き込むと。
ですから100ミリ以下だから安全だ何でもないっていうんじゃなくて、その今まで分かっていることをきちんと並べて書くべきだった、清水先生の意見が私は読んでみると3回ぐらい読むとなるほどと思うんですが、そんなことではないかと思うんですが、そうではないんだということでは春日先生ないですよね。そこは違いますよね。ええ、はい、いいですね。他の先生方どうですか。どうぞ。今の文言で十分いいと思います。ということで、なんか非常に例の紋切り型のが評判が悪かったので丁寧に説明をしてですね、いきたいと思います。それでは次です。今後の方向性ということで12行目以下、このあれですね、見守っていくとが貴重なというのはこう私に任せてもらっていいですかね。こうなんか特別な意味合いを持っておっしゃってるというふうには思えないのでよろしいでしょうか。北島先生から、北島委員の方からですね、今後の方向性の丸2というところで、語り寄りのない縮図にシフトすべきである部分というところで指摘があります。この辺についてはちょっと北島さん、もし追加で説明することがあったら先に教えてください。基本調査の結果については回答者に個別に返しているんですよね。ですからそうだとすると改めて窓口が必要なのかどうか、このためのですね。だからもし窓口を作るとすれば基本調査結果だけではなくてもう少しその被爆に関するものなのかなと思うんですけれども、そこはちょっとどこまでこの、検討委員会として言うのかというところをディスカッションした方がいいのではないかという意味です。わかりました。誤解があるようなので誤解を解かせていただきますが、前にもお話をしました、窓口を開けとくべきだよねって話はどういうことかというと、やっぱりでも今になって知りたいよって言ったときに自分の占領のその評価が受けられるということは、最初はもう嫌だこんなもの知りたくないという人がやっぱり知りたいと言ったときに、それができるようにしておくべきだというのをこの窓口が開いておくというふうに私は表現したつもりなんですね。ですからちょっと言葉が足りなかったので、県民が新たにですね、回答してこなかった県民が新たに回答して自分の被爆線量を正確に知りたいと望むときに、そういうことができるような体制と窓口はキープしておくべきだということで、あとその相談云々という話はまた別な話でありますので、この基本調査についてはそういう窓口を開いておくことで、今後は代表選などが確認されれば、将来的にはだんだんと縮小というのは言葉があるのかもしれませんが、その方向というのがあるんじゃないかと。なんか工事かなんかしてるんですかね。それで北島さんよろしいですよね、そういう意味なら。はい、そういう意味であればいいと思うんですけども、そうだとすると偏りのない縮図となっていることが確認されてもされなくてもあってもいいような気がします。偏りのない縮図であったとすれば、その積極的にもっともっと出してくださいというエネルギーを使ったデータの収集という方向よりも、むしろ望むときにそういう調査が受けられるという環境を整えていく方にシフトしていくべきだというふうに文言としてはつなげているつもりで、大体私が書きぶりが悪かったので申し訳ないんですが、そういうふうに皆さんご理解をしていただいたんでよろしいですかね。いいですよね、それね。はい、それでは次に行きます。これまで得られたデータの有効活用法ということで、次ですが、回収率かなり横ばいで、今後同じような手法で調査を続けるのもどうかなという印象がありました。で、今後の方向性ということで、提案といいますかしたのが、もう個別にですね、個人の占領というのはもうこれ以上なかなか求めづらいであろうと、その座長がおっしゃるようにですね、希望者がいればそういったところに丁寧に答えていくというのは必要だと思うんですけれども、福島県民全体としてどういう被爆状況であったかということは、もうある程度推定せざるを得ないような
気がしています、まあ、その中の一つの方がここに書いてあるようなあ、まあ、被爆の被爆、避難者の避難経路のパターンをですねいくつかに振り分けてそれでまあ線量を推定していくとで、ある程度その幅を持たせて、線量を示すというところで、できないかということで提案させていただきました。ありがとうございます。これはですね実はすでにパターンは示されておりまして、割合直後にしますが僕のイメージというか覚えている記憶では16パターンだか18パターンですかね18パターンでここからここに避難しここからここに避難してここからここに避難した人は大体この範囲というのを出ていたと思います。それ以外にですね要はずっと会津にいたらこのぐらいとかですねずっとその郡山にいたらこのぐらいっていうのはそれは出してなかったような気がするんですけどそういうものを保管すると大体その県民の何割、まあ、何割かがそこに属するようなつまり最初はその非常にそのなんて言いますか避難をしてこうした人たちのをパターン化することを一生懸命当初やりましたがこのぐらいデータが揃ってくると県民全体をカバーするようなパターン化を示してみたらどうだっていうことを加えるという意味で言えば可能性はないわけではないんだろうと思いますし、まあ、むしろそうしてしまうことによってですね、まあ、そうしてしまえばっていうんですかじゃあ俺はこのぐらいなんだっていうことを調査票を出さなくても大体分かるというようなことはもしかしたら有用かもしれません。それはちょっと私の興味で聞いちゃいけないんですけどあのパターンを出したことによってそのパターンに属する人たちの提出率が下がるみたいなことは安村先生なかったんでしょうか。その辺はどのようにそのお考えでしょう。ご質問は私なんで私答えさせていただきますけれどもパターンを出したことで避難区域から、まあ、いろんな避難経路で比較的高いところを通った方たちがこのくらいになるっていうのはかなり大きな情報だったと思います。で地域ごと の線量評価がだんだん出てきたんで今回 の代表性の調査でも皆さん自分たちのところだと大体どのくらいだっていうのはご存知です。でわざわざ書いてもほとんど低いんだっていうのは分かっている方は、まあ、お願いしてもですね私も直接お願いしても結局低いのも分かってるからいいとそれを強く言われる方が拒否でありやんわり断られる方がお話は聞くけど後で出しますって言って答えられなかったっていうふうに理解しております。はい分かりました。ということでそのようにちょっと書きぶりもあれしましてもし、そういう今自分たちのがずっとここにいたというこという人たちを含めてですね、このぐらいですということを、まあ、もうあと何パターンか示すということで、価値があるのであれば、まあ、その辺も一緒に検討しておくということにさせていただきますがよろしいございますね。はい、それでは次です。言葉の問題があります。まあ、清水先生から何箇所があります。その次ですね、甲状腺のところですが先行検査を1巡目のを終えてこれまでに発見された甲状腺がんについては被爆から がん発見までの期間が短いこと被爆線量云々ということがあります。これ井上先生ずっとこう書いてありますが、これ少しこう整理をしてみないといけないのかなとも思います。なんかこう書くたびにこれ多分部会長のもご苦労されたんだと思うんですけど書くたびになんかこう分からなくなっちゃった部分があると思うんです。ちょっとまずは部会長から何かコメントがあれば聞きたいと思いますけどどうでしょう。私この中間報告を作るまでに大変な苦労しまして皆さんのご意見を十分取り入れて何回も言いますけど前々日まで練って提出してですねこの本委員会に提出いたしましたのでその文書に関しては私は何も付け加えることあるいは削除することもありませんしそれをこの委員会に託したので星先生にお願いしたいというふうに思います。その上で稲葉先生この3の件は削除というような提案でありますがこのあたりはどうでしょう。中間取りまとめとしてということではなくてこれ、むしろ座長にお聞きしたいんですけどこれ
中間取りまとめは中間取りまとめだと思うんですよ、あの検査部会の。でそれを、もうここに貼ってそのこの検討委員会の中間取りまとめにするというお考え。いや、あくまであの今雑誌あの、部会長がおっしゃった通りですね、部会としてはこう取りまとめましたと。ですから部会からこの本委員会に上がってきましたと。で今そのままこう貼ってあります。でもこれはこのままあの部会の意見をそのままスルーするという意味じゃありませんので、ここは議論してもちろんいいし、部会長もそれを今そのようにおっしゃっていただいたので議論すればいいんだと思うんですけど、この3番のところ分かりにくいというふうにあの、これあの私が再三言っていることなんですけど、きっとすごく表現としても分かりにくくなっちゃってるのかもしれません。ですからこれはあのどんなふうに表現すればいいのかということも、はい、どうぞ。部会の中間取りまとめの相手は県民なんですかね。そこのあたりもちょっとあのやや微妙なところがあるように思うので、これあの専門家が読めば何をしたいのかは分かるんですが、あのもし検討委員会の当選する相手が県民であるというなら、これを理解できる人はちょっとというか誤解されやすいというか、あのそもそもこういうことは可能なんだろうかとかいろいろ疑問が湧いてきて、あの検討委員会としての文章に入れるのはちょっとしんどいのかなというふうな印象を持ったということですね。ちょっとよろしいですか。評価部会としては県民を対象とした、を念頭に置きながら作ったこの中間取りまとめは、指示を受けたのはあの県民健康調整委員会からですので、そちらに対する報告です。ですからこの委員会に対する文書です。わかりました、でしたら少し、相手が変わればあの少し内容が変わってもいいかなと思いますけれども。3番の話、あの確かにもしかしたらあの慣れてない人は分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、要するに例えば2ページで言えば5ミリシーベルトを超している人が 0.2% いるわけですね。で 0.2% いる場合に離脱あの1ミリシーベルト未満とかあるリファレンスに比べて、まあ、例えば5倍とか10倍とかそういう相対リスクがあればあのこれでもあの十分検出できますよっていう話だけど、1倍、 1.05 倍とかそういうものだったらなかなか検出できませんねとか、そういう評価をやっぱりあの取得必要があるんじゃないかという意味合いですよね。ということなのでという意味で書かれているというふうなんですね、これ自体は。で、これがあの確かにこうこれから県民に向けてというか、まあ、これは我々のまとめとして公表することになりますし、私たち自身の行動規範にもなるわけですね、今後どうしていくかということを含めますので。ですからその辺のところをちょっとこう誤解があるままではあのいけないのであれば、ここはもうちょっとですね、私とあの、部会長とでもう少し文言を一般向けにといいますか、皆さんに理解できるような話に書き換えるという作業がもしかしたら必要かもしれませんので、そこはあの部会長から今お話があったようにそんなふうに進めていくということで、ここはあの、ですね、今の話はあともう一点、清水先生からも出てるんですかね。1巡目で判明した甲状腺がんの被爆の影響とは考えにくい理由として被爆線量と年齢構成が挙げられていますが、一部専門家の間で地理的な分布が主要な論点として取り上げられています。調査においても重点の置かれている内容の一つですので、検討委員会としても、この点には触れることが望ましいと書いてありますが、この地理的な分布というのはまあ、賛否あるところだと思うんですね、地理的な分布がどうなんということについて、これ何かまずは部会長あのご意見が
この件についてあればお願いします。5ページのですね、2段目 の、 清水先生の意見のところ、はい、最初の先行調査うんぬんというところについて、5歳以下が少ないと線量が少ないから放射線の影響を考えにくいと評価しますが、地理的な分布がもう一つの構成要件ではないのかという指摘です。よく言われていることで、もちろん乳幼児はセンシティビティが高いわけですし、それにプラス内部被曝あるいは外部被曝の線量の違いによってはある程度考慮、かなり考慮しなくてはいけないかなと思うので、これは大きな問題だと思うんですけど、それに加えてその地理的な分布というのは、ここでいう地理的な分布というのは、はい、高いことが予想される地域とそうでないこと、あるいはその他の地域との比較という意味なんだと思うんですけど、その辺あたりはどうでしょう。一応県、それ今の福島県内ということですよね。県内の中でも線量の高いところと低いところがありますけど、大きな変化はないですよね。ですから、ある程度考慮するけれども、全体的に公平に見なくてはいけないかなというふうに思っています。おそらく今後やっぱり線量がある程度出た段階において、いろんな地理的な地域によって線量の大きさと、そこで出ている甲状腺がんの有病率とか、あるいは今後の罹患率との関連を検証しなきゃいけないんですけども、それは今回の甲状腺の評価部会でのまたでは基本的にはなかったわけですよね。ということで、ただ今いろいろそこら辺がある地域が非常に高いんじゃないかとかいうようなことが言われている現状をに対して、甲状腺評価部会としてどこまで言及するかということですよね。ちょっと混乱しているような気もするんですけれども、私がその辺のことで7番のところで少し、これ中間取りまとめとして、この文章にもをうんぬんしているわけではありませんで、あくまでも、検討委員会として含める場合にどうするかということなんですが、要するに、今出てきた地域差の問題であるとか、そういう議論を深めていくと、やはりこれ前回も少々申し上げたんですけど、疫学という話にどうしても踏み込んでいくとなってくると思うんです。でこの7番の中にも、事故の影響による甲状腺がんの増加の有無を疫学的に検証しという言葉が出てくるんですけれども、例えば福島県内の地域差ということになってくれば、当然会津は被曝線量も低かったわけですけれども、一方で浜通りと会津っていうのはもう山の民と海の民ですから、あるいは都市化の問題だって全然違ってまいります。でそうすると疫学っていうことが前面に出ると、これはどうしても県外でより疫学的に比較しやすいところとの検討というところに入ってきますし、過去にそういうことも、レースは少ないですけれども行われたこともあったわけなんですけれども、私自身の理解は、この検討委員会県民健康調査っていうのはあくまでもその県民に寄り添って、見守るという立場であるというで、もちろんその過程で出てくるいろいろなデータはきちんと処理をして、きちんと学術的に検討をして、統計を取って、できる得る範囲で、被曝の影響であるかどうかを検討しないといけませんけれども、それが第一義的に前面に出るわけではないということをちょっと今回申し上げさせていただいたところなんです。で細かいことは私少し書きましたけれども、甲状腺がもともと
治癒率9割というようながんですので、強制的なマススクリーニングの対象にはならないがんですので、そういうがんを、スクリーニングで検診するというのはやはり福島の原発事故という非常に異常なことがあったからであるというところをなおざりにしてはいけないと思っております。でそういう意味で、そもそもその地域差とかなんとかっていう言葉が、出てくるようなのはちょっとなんか違和感がありまして、少なくとも検討委員会としての中間取りまとめには入ってこないんじゃないかと思っています。はい、そういうふうに説明を受けます。その後ちょっともう一つですね、中間取りまとめにおいて冒頭部分でうんぬんという話、それから、7行目ずっとこの3ページのことがしばらくこう続くわけですけれども、次のページの上までですね、順番にご説明を。はい、中間取りまとめの最初のところで、今回のその福島の事故において被爆線量がチェルノブイリ事故と比べてはるかに少ないことっていうふうに書いてあるんですけれども、結局この検討委員会でその内部被爆の線量を議論したのかというところです。結局その1番とか、あと2番のですね部分で線量評価の重要性が書かれてますけれども、最初の冒頭で被爆線量が少ないと、はるかに少ないと書いてあると、ちょっとそこに違和感を感じたのでこういった書き方に なりました。やはりその県民が知りたいと思っているところは、放射線の被爆とがんの因果関係だというふうに思いますので、例えば今回その甲状腺がんになった方の被爆線量とをですね、被爆線量を調べて、その関係を見出すのか、その調べるということが重要だというふうに思います。はい、これは清水部会長、この辺はそのはるかに少ないという表現、我々もそういうふうにこう使ってきたわけですけれども、その辺 そのデータその他を示す必要があるんじゃないかというのが1点と、それは一つですね。それからやっぱり今後のことを考えれば、前々から議論してますよね、内部被曝は非常に細い鶴ではあるけども、なるべく分かるものは紐付けをして本当に影響があったのかどうかとについては考えていくべきだね、この2点の意味を含んでいると思うんですが、この辺はどのようにこう解釈をすればいいんでしょうかね。今まで報告されてきた、あるいは言われていることが少ないということであって、例えば何ミリ、0.x からと、それから200とか300ミリシーベルトですよね、大きな差ですね。だけども今回は、この中間取りまとめの報告の中にもありますけれども、初期の、初期被爆ですね、初期の内部被爆をもう一回きちっといろんな関連性をたどりながら、行動パターンとかですね、そういうことをたどりながら再評価して、できる限りの情報を集めて今後の治療にしていくことは非常に大事なことであるということを申し上げているはずなので、断言するっていう、これは少ないことっていうのは今までの事実としてっていうことでやるという意味だというふうに思っています。それで中間報告のところに、中間取りまとめのところに初期被爆の、初期の内部被爆の重要性が大事なので、もう一回調べなくしたらどうかということなんですけどですね、この議論はこう分けて考えなきゃいけないですね、きっと。今まで報告されているものでいうと、それはその実際にそれこそ患者さんについて、患者さんといいますか、甲状腺に異常が見つかった患者さんの内部被爆が全部分かっているわけじゃないわけで、ある特定の集団にしか分かってないですね。ある程度特定の集団と、それからチェルノブイリで知られている集団を比べると、どうやらチェルノブイリよりは随分少ないらしいということであって、だからといって、すなわちだから全く心配がないということは、先ほどの話と似たようなことがあるんですが、とは言えないよねって話で、そこは注意深く線量については分かる範囲を広げていくなり、そういう糸口をたどって推計していくような努力が必要だと、これは前から議論してた話なんで、そこはきちんと整理をして付け加えるべきだと思いますが、忘れ先生、何かそのチェルノブイリとの比較においてコメントがあればお聞かせいただけますか。
チェルノブイリとの比較は もちろんそのこれまで国際機関とか徳波先生のデータもあるようにそのある集団検査できるとかシミュレーションできる集団においては相当なされたと思うんですけれども、この県民健康調査 その検証を受けられている方 その結果との比較っていうのはもちろん今の段階ではできてないということです。ただその先ほど稲葉先生とかもおっしゃったようにその比較をするレベル その問題かどうかっていうのは確かにあると思います。そのというのはどういうことかというとその地域差も同じなんですけどさまざまなファクターがある動いている中で、他の要素が大きい中で、それをどこまで見ることが科学的に意味があるかっていうところはちょっとそこら辺の議論はまだこの委員会とかでご指摘を受けてないというところだと思います。一般論としてっていうの一般論ですか、その今お話があったようにチェルノブイリで調べられたその数とそのどのぐらいの被爆線量かって話と日本で、局地的にといいますか極めて限られたデータだけども出てくるレベルを比べると違うというのは僕すでにあったと思うんですが、それを整理してですね、ここでどのぐらい違いがあったのかとか、そのデータの示す限界はどこかみたいな議論って多分してなかったんだと思うんです。もし可能ならばですね、先生それをもしデータを比較してここできちんと説明をしていただけるような準備をもししていただけるんだれば、次回そういうことをちょっと僕らにもしっかりこの技術をするのであればね、その技術が正確性を持つためにも少なくともここで一回その議論をして、それがそういうデータはこういう限界があるんだということを知りつつ記述するということが私も重要だと思うんですが、僕のそういう理解で間違いないでしょうか。先生それお願いしてよろしいですか。宿題が出てしまいました。言い出しっぺということもありますけど、一般論と各論との違いということでそこは理解しましたけれども、やはりその丁寧な説明というかそういった観点においてはですね、やはり個人の被爆線量というのをある程度出せるものをきちんと出していくという姿勢は出していくべきだというふうに思います。これも別にこれまでの姿勢と変わったわけじゃないので、こう書いてみちゃうとなんかスポッとこれはもう低いんだからって、さっきのね100ミリ以下なんだから大丈夫だっていうのとよく似ていて、低いんだから大丈夫だっていう話はいかにも乱暴だよって話はその通りだと思いますので、その辺は限界というかの確認が一つと、それからこれから先に向けてはきちんとしたレベル評価をしていくことをやっぱり目指すべきだという記述はどちらにしても必要なものなんだろうと思いました。それではその他、前後しますが、北島さんからも2点、過剰診断の話がこう出ておりますが、このあたりの過剰診断の話をもう一個ここ取り上げなきゃいけないんですが、北島さんから何かコメントがあればどうぞ。この中では過剰診断という言葉がもう使われていないので、こういう表現であればよろしいのかもしれないんですけれども、過剰診断に関してはこの委員会の中でそれぞれ先生方で随分捉え方が違ったものですから、稲葉先生のご意見と同様にですね、なかなか表現が難しいなという意味でございます。ここを言及するべきなのかしないのかというところの、先生方のご意見はどうなのかなという意味で書かせていただきました。はい、過剰診断の話は随分行ったり来たりしたと思うんですけど、お互いに誤解をするような用語を使う前というのが一つあったのだと思います。ただ先ほど稲葉先生がおっしゃったように、純粋疫学的な観点から類似の地点で被爆線量が少ないところとのかなり大掛かりな対象検査をしないと出てこないっていうようなことを肯定するようなことではないよねという意味では多分一致してるんだと思うんですね。つまり例えば他の線量の低い地域でかつ海辺に暮らしていて、その海藻の摂取が同じぐらいのところで年齢も同じぐらいの人たちをみんな同じように調査して同じぐらいの人数比べてどうだっていうようなことをするようなことではないよねという意味では部会での意見も一致していますし、ここでの意見も一致しているということなので、そこのことが分かればここは
問題がないのかなと私も思いますので、この過剰診断という表現を避けて、あえてこういうふうにまとめたというのはいいんだろうと思います。それでは次ですが、だんだん時間がなくなってきました。甲状腺のところでカウンセリングということで、成井先生、これご説明があればどうぞ。このことは前回にちょっと言及させていただいたことですけれども、この甲状腺の問題を甲状腺部会の中間取りまとめだけをポッと抜いてるだけですよね、これはね。で、私たちが話し合ってきたことはそれだけではなくて、甲状腺の問題についていろいろ話してきたわけですけど、その中でやはりちょっと私の立場としても取り上げていただきたいのを、甲状腺というものが甲状腺がんになった子どもたちの心理的な側面のケアっていうことは絶対欠かさないでいただきたいというふうに思っていて、その点を入れていただけたらいいなというふうに思っています。はい、カウンセリングについてはすでに甲状腺検査のサポートチームや心のケアセンター、あるいはさまざまなところで行われている相談会、医大がやっている世論相談、その他いろんなことがあると思うんですね。ですからそういうことを丁寧に、書くことが一点だろうと思うんですね。でその上で、成井先生がおっしゃるように、こういうことも加えてやったらどうかというのは、どの程度のことがキャパシティとしてできるのかとかですね、ここに公費でと書いてありますけど、なかなか公費でというのも難しいと思うんですけど、どの程度のことを想定して、そしてどのぐらい そのキャパシティがあって、それが既存の今やられているさまざまな相談事業とはどんなふうに違ってですね、どんな効果が期待できるのかというようなことをもう少しこう具体的に示していただくて、ここで議論をしないと、今やってることは書き込めますで、足りないっていうのもその調査の結果から一定程度分かるのかもしれませんが、その上でその相談を受ける側のキャパシティや、あるいはそのアプローチの仕方ですね、そういったことについて何か具体的なアイデアがあるとか、すでに例えば会の方でこんなことをやっていますみたいなことがもしあるのであれば、それをちょっと系統的に教えていただけると、議論できて、議論できればここに何らかの形で表現できると思うんですけど、いかがでしょう。はい、これ中間取りまとめなので、議論の途中の問題ですということでもありますし、今やっていることで十分とはおそらく言えないということを、その方向性として今後そういったことも考えていく必要はあるんじゃないかというふうに思うので、ただそれが議論さ、まだされてないといえばされてないというふうには思います。例えば甲状腺の検査のサポートチーム、あるいはその実際に手術を受けるようになった人たちのへのサポートということでいうと、大津先生、それなりにというよりはかなり厳重にというか慎重に行われて、慎重にというか厚手に行われているというふうに僕は認識しているんですが、そのあたりの先生の認識を、少なくともちょっと教えていただけるとありがたいですか。ありがとうございます。心のケアが極めて重要というのは先生おっしゃる通りで、それでその U チームを立ち上げているんですけれども、でもちろん手術の方にもあると、診療なんで通常のがん のケアということになっていってますけれども、もちろんその間をちゃんと連携してやらないといけないということも重要ですし、でもちろんそのがん以外 の結節があって、二次検査に来られる方もものすごくご心配、結節があるというだけでものすごくご心配されている、そご本人もご家族もということで、そこをちゃんとやらないといけないということでチームを立ち上げさせていただきましたけど、確かに検診、今の体制で十分かって言われれば、まだまだ不十分なところがたくさんあると思います。で担当者の方もすごく一生懸命やってくれてますけれども、その時にやっぱり考えないといけないのは、当然いろんなところで検査をやられるの でそれはその甲状腺の検査ができるってことは大前提で、ちゃんとした検査ができるってことは大前提ですけど、それと同じ
かそれ以上にその先ほどからお話になったように個別対応が非常に重要ということですから、占領のこともここのことも分かって対応できないといけないということが重要なんで、まあ、そこまでですね、どれだけ完璧に全てのところでできるかっていうのはまだまだですね、大変だということが一つあると思うんです。であともう一つは先ほど の今議論あった過剰診療の問題、過剰診断の問題もありますけれども、もし逆に検査がそういうことを引き起こしているということであればですね、そのスクリーニングのあり方自体もよく、その単純に甲状腺の結節の自然死ということだけじゃなくて心の問題も考えてよくスクリーニングのあり方を考えないといけないという問題があると、まあ、2つあるかと思いますけど、はい、ここに成井先生書いていただいた通り2つの問題なんですよね。1つは、まあ、診断されて治療していくという一連の流れに医療に乗っていく人たちのケアっていう問題があると、もう1つは検査を受けることそのものによるその様々な悩みとか苦しみとか、まあ、心 の葛藤とかそういう問題があると。ですからそれはカウンセリングというようなことをやる、対応するとか窓口を作るというのは他に、今大瀬先生がおっしゃったように検査そのもののありようが本当にそのストレスを引き起こすようなことでないような、その、まあ、そういうことでないとは言いませんが、もっと工夫すべきことがあるんじゃないかというようなことも、例えばね、野根先生そういうふうにご提言をいただくのであれば、例えばこれから集団でやるやり方についてもいろいろあるんだろうと思うんですね。その子どもたち同士ですから、お前 A だったのか B だったのかみたいなことをですね、こう付き合ってですね、なんかこうお互いにこうなんかそういうことになっちゃうみたいなことだってもしかしたらあるのかもしれません。ですからそのあたりの実態もその実際にやられている先生方の、まあ、感触なども聞きながら、まあ、当検討委員会として、検診の実施、これからどんどん個別検診に移っていくということで、一方では受診率の低下なども考えられるし、またその不安を抱えたまま検査に来ないというような人たちが不安に苛まれるという3つ目のなんかトラブルといいますかね、そういうトラブルといいますか心 の問題というのは発生するのかもしれませんから、そのあたりは今後の検討課題として心の問題とても重要だという意味では書くことはできると思うんですけど、成井先生何かその具体的にこう特に2番目以降の話は何かありますか。私がここで提案したのはその一般的なスクリーニングによってっていうことではなくて、実際に甲状腺がんというふうに診断された人に対してです。で甲状腺がん二次検査において一次検査の時でもう実は見せていただいたんですけれど、どのようにこう診断されているかという現場を、その時にとても丁寧に一次検査の段階で見た結果すぐその場で新担当医が説明してくれて、心理的な負担が起きないように説明はしてくれているんです。だけれども、実際にがんというものがこう見つかってっていうふうになった時にその B 以降の二次検査になってまだ二次検査でもそこでもいろんなスタッフが今頑張ってくださっていて心理的な対応もフォローしてくれるような体制も作ってくださりつつあるんですけれども実際に今度は診療行為に移っていくっていうふうになっていくわけですよね。そうした時にこの委員会、この調査という段階ではまだそのがんであるということが見つかるまでの間についてはフォローできるけれど、それ以降の実際にがんの治療をし、その後生きていくっていう段階についてまではどう体制というふうにはなっていない。だからこそ今後医療上の金銭的な措置はしていけるように体制作るっておっしゃってたわけですけど、その B というふうな段階から今度 C でがんですよっていうふうになって診断されるところの段階からもう少しこう個別に
具体的にワンセットでカウンセリングが入っていくような形をして、その後の治療へとつないでいくっていうことも必要なのかなというふうに思ってて、でもそれはここで言ってないのであれですが、心理的なカウンセリングの体制っていうのが今作りつつあるけれども、こういった長期に見通してカウンセリング体制っていうのを作っていく必要があるということを入れていただけるといいなというふうに思っています。多分ですね、今医大で多くがその治療を受けているということから言うと、まあ、医大にそのかなりディペンドしてるって感じですけど、これどうぞ。このがんについてのそのカウンセリングっていうのは、それはその手術をなさる先生方たちが考えていることで、放射線があったからがんになったっていうのは、私は一般的に病気っていうのはですね、非常に再発が怖い、非常に何が怖いかっていうと本人にとってみれば再発なんですね。でそういうことを考えたときに、じゃあ、今その、被爆によってがんができたとかできないとかってそこも、もう関係なさそうだっていうときに、そのカウンセリングっていうのは今まもし、被爆によって、がんができたっていうんだったらば、またその被爆によってまた別のところにがんができる可能性があるっていうことも、言えないことではないと思いますし、ただ今のところは関係ないというんでしたらば、そのカウンセリングっていうのはさほど将来のことに関しては今までの、がんの治療と同じ考え方でいいんじゃないかと思うんですけども、というのは私小学校4年生の時に、骨髄炎になりまして、その骨髄炎っていうのはその再発するということでかなり、トラウマになりましたということを考えますと、その子どもさんたちのその将来っていうのは、そのがんに対する将来、まあその結婚とかなんかっても書いてありますが、一番はご本人の再発ということの、心の悩みになるんじゃないかと思うんですけども、勝手な意見かもしれません。はい、ありがとうございます。これ一般診療でがんに対してのカウンセリングっていうのは、今もそのじゃあ全部十分かというとかなりそうじゃないのかもしれません、一般的に言ってですね。ただこの甲状腺について言うと、まあ、若年者であること、それからまあ検査によって見つかったがんであるということなどを勘案すると、一般的ながん以上に丁寧な説明とそして心理的なサポートが必要だと、これは多分共通の理解だと思うんですね。ただそれが今体制として不十分だから何とかしろっていう話だとすれば、体制として不十分だというところを示さなきゃいけないですから、今現状としてどうなのかって話は大鶴先生から話があって、それなりにやっていると、ただ十分かと言われれば必ずしも十分じゃないかもしれませんという意見がありましたので、その辺のところが今後医大を中心に行われているがんの治療が、甲状腺がんですね、これで見つかった甲状腺がんの治療がもっと複数のところで行われているようなことも想定し、まあ、年齢層が上がっていくということも想定しながら、まあ、サポート体制がどうあるべきかというのは長期的に考えていくんだというような一般的な記述は可能だろうとは思いますが、具体的に今何ができる、何をしなくちゃいけない、公表を持ってっていうようなことにはなかなかつながらないだろうというふうに思います。時間がないんですが、ずっとこの次のすみません、ちょっと、はい、だからそういうふうに言って書いていただけるならいいというふうに思います。はい、ただその辺でもう一つ一般的ながんと違うということは、これまでもあるように放射線によってがんができたわけじゃなくても、例えばですね長崎や広島の人たちがやっぱり偏見によって苦しんできた、精神的なケアを必要としてきたということは事実なので、この甲状腺がんを患ったということはそのリスクを相当負うということなので、やはりそれはちゃんと考えていかなきゃいけないというふうに思います。はい、ありがとうございます。もう一つ行きたかったんですが、行く時間がなさそうなので、この先に進むので健康調査の審査のところでちょっといくつかあって、北島委員から、7ページ目の4つ目5つ目ですね、疾病予防健康づくりに活用されているというところで、先ほども話がありました、まあ、どんなふうにデータが提供され、どんなふうに市町村で活用されているのかというのはちょっと、具体的に次回示してもらおうと思います。
北島さん、それでよろしいですかね。それと、もう一つ循環器うんぬんうんぬんっていうのは何かこれ循環器危険指標とは何かっていう北島さんからの質問にどなたか答えていただけるでしょうか。はい、これ一般的に脳神経管危険因子で、肥満、高血圧から高血糖、あと糖代謝異常、それから脂質異常症と糖尿酸血症から、腎機能障害、いずれも、循環器リスク因子でご存知の通りでございますので、必要とあればこれを全てここの後に書き加えたいと思います。はい、よろしいですね。ということで一応7ページまで終わったことになりました。で、7ページまで終わったっていうのはこの紙で7ページまで終わったことになるんですけど、安村先生、何かご発言ございますか。大丈夫ですか。ということで、どうぞ。甲状腺の取りまとめのところちょっと来る途中もう一回見直してみてちょっと気がついたんですけど、この6番のところで習慣として捉えた場合の後の二次検査を受ける患者の多くは今回の甲状腺がんがなければって書いてあるんですが、これ文脈的には甲状腺検査になるんじゃないかなというふうに思うんですが、3ページ目の甲状腺、これ二次検査以降の医療費のことにつながっているので、今回の甲状腺検査というふうにしないといけないのではないかと思います。それからおそらくここは実はそのまとめの前の段階でいろいろ先ほどの多少過剰診断に関係するものの記述とちょっと混ざってたんで、そこがちょっと混ざって少しこういう文章になって不自然な文章になっちゃったのかなというふうには思ってますけど、あまり雑用の出来が良くないので時間切れになります。続きはですね、次回ということにさせていただきます。なお今ご発言があったように読み返したらこうだったということについての追加意見もいただきます。それから、その追加意見も加えまして、次回は、後半部分もですね、多少書き換えられるところは少し書き換える努力をした上でもう一回皆さんにラウンドしたいと思います。で、次回で、議論が終結するかどうか分かりませんが、できれば次回話を進めたいので、事前の意見についてはより積極的に先生方にお願いをしたいと思います。よろしいですかね。それから中間まとめの委員の意見で、最終的にもう一枚最終項のところが差し替えになっておりまして、そこについては、議論に及びませんでしたけれども、やはり、まとめというところには将来に向けてきちっとしたことを書き込むべきだというご意見もいただいたことも、私もなるほどと思いましたので、追加でペーパーを差し替えさせていただきました。それでは一応ここでの議論はここまでにして事務局にお返しします。